皆さんとつながる食を楽しむっていうことの目的でやってらっしゃるだけで、ビジネスじゃないと。人を良くすると書いて、食と読むっていうテーマなので。あざす。こんにちは、わいわい、よよすけです。さあ、今回もやってまいりました、成功者のヘキサゴン。今回もゲスト、なんと僕まだお会いするのがこれズームで初めてという方でございます。それではいきます、今回の成功者はジャパンライフパートナーズ株式会社代表取締役であり、グルメイベントプランナーとして活躍、さらには関西の人気情報番組のグルメコーナーでナビゲーターも担当されている食の探求者、稲田俊博さんです。よろしくお願いします。皆さん、今のご説明ご紹介で大丈夫でしたか？合ってます？大丈夫です。よろしくお願いします。はい。よかったです。よろしくお願いします。洋介と申します。はじめまして。よろしくお願いします。で、今、稲田さんの拠点は大阪でいらっしゃるんですか？はい、大阪です。はい。おお、大阪、関西人の方だ。僕、名古屋なんですけど、結構、大人になって知り合っていくメンバーの方々、やっぱり東京というか、東側が多いんですよ。なので本当に関西の方とこうやって初めましてで出会えるってすごい貴重なんで、今日は本当にありがとうございます。いや、こちらこそよろしくお願いします。なので逆にあまりこう関西の情報僕全く持ってないので、はい、なんか聞くことが多い、そんなことも知らないのかよみたいな、ちょっと失礼なこともあるかもしれませんけど、今日はお手柔らかによろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあまず最初、ジャパンライフパートナーズ株式会社の取締役をやってらっしゃると、はい、代表取締役を、はい、これはどういった会社なんですか？まずですね、大阪の方に、保険代理店の会社を持ってまして、これがジャパンライフパートナーズってあります。で、その後奈良県に、ダックリフォーム&リノベーションというリフォームの会社を持ってます。大きくこの2つをメインに動かしていただいてて、あと趣味で食のイベントを開催してまして、これ食の稲田会っていうんですけど、でそれでも日本全国いろんなお店を貸し切りさせていただいたり、関西を中心にいろんな食事会を開いて人と人とつなぐということをやっております。じゃあ今回僕が一番イメージを持ってた食っていうのは、はい、本業じゃない部分のところなんですか？そうなんです。本業じゃないところなんです。もともと僕は飲食にいてまして、うん、はい、飲食約20年ぐらいいてまして、うんうんうん、そのつながりから、まあ、いろんな飲食店のオーナーさんとかを知り合いになって食べ歩くようになったっていうのがありまして。あ、じゃあそこら辺もじゃあパラメーターとともに紐解いていきたいと思います。説明しよう。成功者のヘキサゴンとは、人脈、行動力、財力、アイデア、運、そして残り一枠は自分だけの成功要素を記入、自ら6段階で評価しパラメーター化したものである。はい、では行きたいと思います。今回のゲスト稲田さんのパラメーターはこちらでございます。はい。さあ、もう皆さんね、本当にいつも謙虚でいらっしゃる、先ほどの保険とかいろいろやられてる稲田さんが財力1なはずないじゃないですか。いやー、これがね、本当にね、ボランティア精神が多いって自分で言うのもおかしいですけど、イベント主催する自分が参加費払って参加してます。ボランティアじゃないですか、それ。そうそう。だから本当にキャンセルが出たら逆に倍払うとかってやったりしますから。うお、じゃあもう本当に本業ではやってないんですね、食に関しては。皆さんとつながる食を楽しむっていうことの目的でやってらっしゃるだけで、ビジネスじゃないと。はい。だから僕の食っていうのは、人を良くすると書いて、食と読むっていうテーマなので、ただ単に美味しいもの食べていいねとか、美味しいお酒飲んでいいねっていうより、本当に誰と何を食べるか、そしてその和を大切にするっていうのが基本なので。いや、なんかもう僕、関西人の方って、アキンド魂半端ないなっていう思いがすごい印象あるんで。ね、よく言われるんですよ。本当にね、会にプラスアルファ乗せたらとかね、いろんなお話は言うんですけど、はい、からしたらね、関西人ですからまた儲けてるやろとか言うんですよ。じゃあいいじゃないですか、儲ければダメなんですか。もうね、もう喜んでいただいたらいいじゃないですか。特にこんなコロナがなかなかね、いろんな飲食店さんのもね、まあ、逆に今は逆にできてないですけど、うん、まあ、SNS を通じて発信していくのも僕の仕事かなと思ってるんで。へえ。じゃあそのもういつもだったら最後に取っとくんですけど、
成功力パラメーターの食というね、オリジナルパラメーター、うん、5というふうにいただいてますけど、はい、やっぱこう食っていうのは先ほどちょっとポロッと出てた飲食に携わってらっしゃったんですね。そうですね、飲食、もともとパンに肉挟んでる会社に、世界有名な会社に約20年いておりまして、もう一番有名な、はい、あそこで、店舗も経験しましたし、エリアの戦略、戦術、マーケティング、人材育成などをやっておりました。なんかもうそういう人多いな、本当に成功者の人。今、ちなみにご失礼なんですけど、おいくつでいらっしゃるんですか？今、50です。あ、プリプリですね、花。じゃあ、どれだけ、いくつからいくつの20年間を？大学卒業して約20年、大学も入れて約20年からですね。はい。おりまして、でその後には保険の事業の方に行きまして、だからずっと外資ばっかり渡り歩いてるんですけど。でもそのいきなり飲食系の企業から保険に行くっていうのってどこが共通しててどこがかけ離れてるんですか？一番まあ一緒っていうのは人である、相手が人であるっていうことが、これは一緒やなと思ってます。食べるものと金融っていう部分では、目の前にある現実化したものと現実化してないっていうこの差はありますけど、でもやはり僕ら購買心理から考えると、信用信頼があってのこその販売商売ですので、うん、そこの部分では基本一緒かなと。人は人からしか物は買わないっていうのはありますので、やっぱり高くてもこの人から買おうっていうね、なんかちょっとそういう人間味を持ったところが大切かなと。ちょっと古いかもわからないですけど、そういうところはあるかなと思っています。ちなみにその食っていう部分で、あ、これはすごいためになったなっていう学びは何だったんですか？さっきの前職の方では。この食って営業中をやっぱり皆さん、一般のお客さん見られてるんですけど、はい、営業外の時間に何をされてるかっていうことを見ると、本当にお客さんのためとか、うん、喜んでもらうため、いわゆる仕込みであったりとか、店舗の清掃であったりとか、やはり見えないところにどんだけ人のために動くかっていうのが非常に大切なんかなっていうのは勉強になりましたかね。食のところだと思ったらそこら辺ですか？すごい一番感銘受けたのが、だからそれをやはり、旅に来られた方に、それをお伝えするっていうのが僕の仕事かなと思ってます。おいしいおいしい、おいしくないじゃなくて、なぜこのお料理が生まれたとか、なぜこの食材使われてとか、このお出汁のおだ、出すためにどういうご苦労をされてきたのかとかいうところを、ちょっとうんちく的に来られる方にお伝えしながら、食の奥の深さを伝えていくのもいいかなと思ってます。へえ。じゃあ逆に言うと、その稲田さんの舌で味わってきた食っていう部分のこだわりとか、その今までのキャリアってどんな感じなんですか？そうですね、もう本当にいろんなものを食べてきてるんですけど、うん、やっぱりこう食べる前の香りであったり、で食の食感で、うん、例えば甘さ、辛さ、苦みとか酸味とかいろいろあるんですけど、それを一気に感じるんですけど、どの順番でこう舌の上に乗ってくるかっていうのがすごく面白みを感じたりしますね。それいつ頃からですか、そんな味わい方し始めたのは。どうでしょう、いつからかは分かんないですけど、やっぱり僕パンに肉挟んでる時代に、まあ、今じゃないですか、北海道も行きや東京も行き、そのまま、ね、名古屋も行けば九州行った時に、絶対僕も最初はラーメンから食べ歩いてたんですよ。ほうほうほう。若かったのでね。でその違いが面白くて、こうここにこう丼をこうした時のこの香り、うん、で入った時の味わい、これが一緒の時もあればギャップ感を味わわせてくれたりとかで、面白いなと思うのが、それが派生していろんなお料理になってったっていうところですね。でも20年間わず食の部分で言うと、パンで肉を挟んだ企業に居続けたって、逆になんか出て、それこそ食の追求とかグルメの追求、味の追求に行くような就職場を探すとかはやらなかったですね。それはあえてしなかったですね。あえてそれは僕、後でお話しするかも分かりませんが、人脈とか人の横のつながりっていうのを作っていきたいっていうのが自分の人生のゴールではありましたから、うん、でそこの分の方が強かったですね。じゃあそのままスライドして、その人脈6、はい、でもここがすごく大事にされてるところなんですか？そうですね、僕やっぱりパンに肉挟んでる時代はですね、もう何回言うんですか？もう大体みんなも想像ついてますからね、はい、やっぱり外資系ですから、うん、やっぱ
り数字がメインなんですよ、やっぱり。結果出てたんで。で、そうした時にやっぱり振り向いた時にスタッフがついてきてなかったっていう経験あるんですよね、人に対して。はあ、はい。それが一番自分の人生の中のターニングポイントやったかもしれません。それは振り向いたとか気づいたら人が離れていった時期があったんですか？うん、まあ、ありますね。仕事だから数字を求めなければならないから結果出すまでやらせたっていう時代やっぱりあるんですよね、うんうん、やっぱりそれは僕についてきたんではなくって、やらなければならなかったという環境であったっていうにみんながついてきてたと。じゃあ本当に僕こっちを向いた時に僕に信用信頼がついてきてなるのかというと、そうではなかったなって言った時に、やっぱり人というのは人に対して何を大切にしなければならないかっていうのをもう一度自分で見直さないといけないなっていうのが一つのターニングポイントです。でそれで気づいてどう変えたらちゃんとついてくるようになるんですか？今もそうついてきてるかどうかわからないですけど、やっぱり人の話を聞くっていうことであったりとか、相手の意見を尊重するっていうことであったりとか、本当に今までずっとトップダウンばっかりやってきた人間なんですけど、そうじゃなくて、やっぱりみんなのモチベーションを上げるために何をしたらいいかとか、はい、そういういわゆるエンプロイーサティスファクション、ES の部分を重視して考えてきたっていうのはありますかね。サティスファクション。はい。ちなみに、その、アメとムチってよく言うじゃないですか。はい。稲田さんは何かあるんですか、そのコツみたいな、バランスというか。いや、バランスっていうほどじゃないですけど、稲田さんと一緒にご飯食べに行くことが一番多いですかね。ああ、やっぱこうその時間共有というか同じ空間を共有する、それを仕事じゃないところでってことですか？そうですね、やっぱり聞いてあげるっていうことが重要かなと思ったりしてるんで。でもそれって仕事の愚痴だったりってことですか？それも含みながら、だから、ネガティブな質、ネガティブな例えば答えが返ってきたとしても、そのネガティブの中にこう頑張っていきたいというポジティブがあるネガティブなのか、ただ単にやってられないというネガティブなのか、うん、そこの見極めというのは必要だと思いますけど。あ、それによって返す言葉を変えるということですか？変えますし、でその中に、彼らが秘めているものを引き出すというのも僕の仕事かなと思っているので。その引き出した結果、俺のことが嫌いというのが前面に出ているというパターンもないんですか？それって。うん、でもまあどっかに別に友達ではないので、うん、別に疲れるために僕仕事してないので、うんうん、で結果出て彼らがハッピーになればいいことなので。例えばですけど、能力が足りないのに言うことだけ言うとか、めちゃめちゃわがままだけ言うって子も中にはいますよね。めっちゃ多いですめっちゃ実感あるそういう子ってどうやってこううまく上に成長させるんですか？あ、でもね、これもずっと言ってるんですけど、やりたいこととちょっと違うとかね、こういうことやりたいですってあるんですけど、あのやりたいことをするためにやりたくないことを早く終わらせなさいと言います。お、先にやりたいことを欠かす、やりたくないことを欠かす、やりたくないことを早く終わらせたらやりたいことしか残ってけへんやろという考え方です。なるほど。それで結構みんな、あ、なるほどみたいになる感じ多いですか？これ終わらせたら次この仕事が待ってるよっていう目標値にさせますから。はあ、なるほどね。いやー、リーダーですね。でも稲田さん自体のモチベーションじゃあどこにあるんですか？結構中間管理職じゃないですか、それって。そうそう、まあ、僕のモチベーションですか？うん、僕のモチベーションはね、美味しいご飯食べるぐらいのもんなんで単純、意外に単純なんだ。こうやって食べれるのもうちのみんなのおかげやなと思って、ありがとうございますと思ってね。ああ、そういう感謝の気持ちを常に持ちながら。だから僕が、まあ、食事会とかね、まあ、打ち合わせ含めてやってる時もあると思うんですけど、うん、でもその中の時間では社員たちが頑張ってくれてるわけなんで、うん、その時はありがとうございますと思いながら。あ、なるほど。そういう間接的なところでも感謝をちゃんと思うと。逆にいいなって言われるか分かんないですけど、したかったらそうなるように早く自分の役職を上げなさいっていうだけのことなんで。なるほど。まさしく背中で見せてるわけですね、そこは。いろんなことやっぱその20年間で食とともに学んできた感じなんですね。やっぱりそれが多いですかね。というかね、まあ、接待ってよく話あるじゃないですか。はいはいはい。本音と建前ってあると思うんですけど、うん、やっぱ食って本音と建前で言うと本音が出やすい場と言われているので。やっぱり心がパッと開くってことなんですかね。ありますし、やっぱり食べて美味しい美味しくないっていうのは自分の本能なので、それが本音の答えらしいですよ。だから本音を話したくなるっていう心理があるそうです、食には。
だから、ね、議員さんも接待であったりとか、料亭に行くっていうのは、食を交えると、お酒の力ではなくて、本音をそこで言えるっていうのが、食がそう表すらしいです。人間食。なんか食をそんな観点で見たことなかったですけど、でしそういょ。う作用があるんですね。そういうところを使って、美味しいなとか言いながら、またこんなん食べたいよなっていうような話から、最近どうっていう話につなげていくような感じですね。最大何人ぐらい集まるんですか？最大でも300、2、30ぐらいですね。ちょっと待って、そんないる、ちょっとごめんなさい。スケールが違ってたイメージの。いやー、ちょっと人脈の人徳感が半端ないっすね、稲田さんの。